レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、いつきはね、なんでレバレッジ商品を使うんですかというね、ご質問の方をね、いただいておりますので、私が指数とかね、普通のノーマルインデックス商品を使うのではなくて、なんでレバレッジ型のね、ETF とか投資信託を使うのかというところをね、皆さんと情報共有していきたいと思います。それではスタートです。はい、まずね、私がレバレッジ型のね、ETF もしくは投資信託を好んで使っていくね、理由の一つということで考えていくと、安全性ということなんですよね。世の中ではなぜか分かりませんけれど、レバレッジ型のETF とか投資信託っていうのは危険だというにね、認識がされてるんですけれど、私は危険と思ったことが一度もないんですね。レバレッジ型の商品、私は一番初めに出会った商品がレバナスでした。で、そこでね、レバレッジがかかっているということを初めにね、聞いたときに、一番何を調べたかというところなんですよね。別にナスダック100にレバレッジがかかっている商品とかっていうのを調べたわけじゃないんですよ。このレバレッジ、借金なのかどうかというところをね、調べたんですよ。そうすると、レバレッジ型の投資信託とか ETF っていうのはね、借金ではないと。レバレッジ投資信託 ETF には、追証ロスカットが発生しないというね、ここをね、初めに突き詰めたんですね。なぜかというと、借金をしてね、投資をするほど恐ろしいことはないというふうに思ってたんですね。私は株式投資をする前に不動産投資の方をしておりました。そして、不動産投資ではものすごく効率の悪いね、現金、キャッシュで不動産を買い叩くというね、もう安く値切って値切って値切って買うという方法をしてたんですね。不動産投資の世界っていうのは、銀行にね、物件を持ち込んで、そして銀行ローンを組んでいただいて、はい、いきなりね、頭金1000万入れたら、銀行ローンがね、9000万かかって、そして1億円の物件ね、手に入れて、はい、俺は不動産ね、資産総額1億円ですとかって言ってる人いるんですよね。けれど、そのね、中身見ていったら、なんや、あんた9000万借金やないかというね、こともありますし、日本のね、景気のいい時、もう今は信じられないと思いますけれど、なんと2億とか3億の物件ね、フルローンかかってたんですよ。頭金も何も入れる必要がないというような形でね、恐ろしい時代があったわけですよ。ですからね、不動産投資家の中で集まった時にね、いや俺は資産総額5億だとか10億だとかっていう人がね、いっぱいいるわけですよ。ですけれど、そういう人たちの中身見たら、何や借金やないかというね、話になってきて、まあ、大多数のそういうね、ローンをかけていた不動産投資家の人たちは淘汰されていきました。うまくね、生き残っている人たちもいますという現状なんですね。そういうね、投資の世界っていうのを見てたんで、私は絶対に借金が嫌だということで、不動産投資でも、ね、現金で安いね、物件をさらに安く購入するということをしていましたから、株式のね、世界に入っても、信用取引 CFD とかね、先物なんていうのはね、する気が全くなかったわけですよね。そこで調べたのがレバレッジ商品となってたんで、まあ、レバレッジだから借金だろうなと思って調べてみたら、内部でね、先物を使っているというのは分かるんですけれど、それはレバレッジ商品の内部の話であって、私が借金をするわけではないと、追証ロスカットが発生しない現物の株式だというところがね、一番のポイントだったんですよね。こうなってくると、 S&P500 とかね、ナスダック100とかファングプラス、これにレバレッジのかかっている商品たちがあるんですけれど、これとね、何が違うのかというところで考えたときに、ただ一つなんですよ。レバレッジ投資の最大のね、弱点、それは積立投資、ドルコスト平均法に弱いということですね。なぜこちらの方は弱いかというと、低減が発生するからですよ。元指数のね、 S&P500 やナスダック100やファングプラスっていうのは元指数ですから、低減は発生しませんよね。ということになってきますんで、積立投資にね、 SP500、 ナスダック100、ファングプラスっていうのはね、適用してるわけなんですよね。ですけれど、それと比べた場合に、レバレッジ型の商品っていうのは積み立てには向かないというね、弱点があるわけです。けれども、この弱点を
補っていくためにはどうしたらいいか。そうです、暴落した時に大量保有して長期保有していくと、レバレッジ型の商品でも低減は発生するけれど、私の持っている商品に低減は食らわない、逆に低増がどん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 積み重なっていくというね、状態になるわけなんですね。使い方が違うということなんです。 S&P500 とかナスダック100とかを好んで使われる方っていうのは、10年20年30年の積み立てをねされる方がメインになっているんじゃないのかなと思うんですよね。それはその積み立て投資というねやり方で、私はね否定することはありません。コツ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 とね積み立てていただければいいと。ただしレバレッジ投資にいたしましても、お一緒ロスカットが発生しないということに、ね、なってますので、まあ、こちらの方もね長期保有には向くわけですよね。長期積み立てに向かないだけであって、長期保有には向いていくとなって、そしてレバレッジ型の商品っていうのは大幅に下落します。ですけれども大幅に上昇するというね、このメリットともなりデメリットともなるね特性を生かして、安くなった時に大量購入して長期保有していると、なんと SOXL2 年経たずにね10倍達成したというね、ことになります。ただ私は10倍では売らないので、もちろんその時点では利確していないというね、ことになるんですよね。ということなんで、時間効率、レバレッジ ETF とかレバレッジ投資信託を使うメリットっていうのは、時間効率と資金効率がめちゃめちゃいいということですね。ですけれど使い方を間違うと、損をしてしまう可能性もあると。ただし現物の株式なんで損切りをする必要はないんですよね。損切りせずに持っていて、安くなった時にしっかりと、購入をする、これだけでね OK なんですけれど、やっぱりね人間 50% とか 60% とかのねマイナスがつくと、まあ、ビビって損切りしてしまう人たちがいてる、まあ、悲しい現実なんですけれど、これっていうのはねどの投資でもそうなんですよね。勝つ人と負ける人、同じ商品を使っていて同じ相場を体験していたとしても、勝つ人と負ける人に分かれてしまうということでね、もうこれは致し方ないということですよね。そしてレバナスだけなぜ初期のね段階積み立てしていたかというと、レバナスはね奇跡の商品なんですよということで、先ほどとね言っていることを矛盾するかもしれませんけれど、実はレバナスっていうのは私の中ではレバレッジ投資信託の中でね唯一積み立てに対応しているレバレッジ型の商品だと思ってます。3倍型のねナスダック103倍ブルとか SOXL とかねトップ級とかっていうのはね長期積み立てには全くね向いていないということになるんですけれども、レバナスのみ。それはなぜかというと、私がレバナスを一番初めに知って調べた時に、今はねそのホームページ閉鎖されてるんですけれど、東大を卒業したねすごく数学に強いね人がナスダック100にレバレッジをかけたらね何パーセントが一番適切なのかとかっていうのをねなんか計算する方法があるらしいんです。私はねその計算方法は分かりませんけれど、計算結果は知っているということになりますので、そこでナスダック100にね一番資産を、まあ、増やしていける倍率っていうのはどこなのかというのをね計算ね、されたんですよね。そうするとナスダック100には 2.2 倍から 2.4 倍のレバレッジが最適解ということになったわけです。ただそういうね2.2 から 2.4 という中途半端なレバレッジ商品はありませんけれども、まあ、それよりも低い2倍のレバナスというのが積み立てにも向くというね、1倍持つよりも効率がいい、3倍持つよりもリスクを低く抑えることができる、一番ねいい商品ということに、ね、なったということなんで、まあ、レバナスのみは積み立てでもいいのかなということで初め積み立てをしました。ですけれど実際に積み立てを始めて感じたのは、レバレッジ商品というのは安いところで買って長期ホールド、これが一番だという、ね、結論になりましたんで、レバレッジ ETF 投資信託の方を、ね使っているということで、元指数が必ず右肩上がりで上がっていくとするならば、レバレッジ型の商品は下落した時のみに購入していけば、元指数と同じだけの安全性で利益は元指数よりも出るということになります。ただし毎月コツ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 の積み立て投資には向かないということなんで、積み立て投資をしたい人は SP500 ナスダック100ファングプラスがいい、積み立て投資ではなくて
安くなった時だけ購入していこうと思う方はレバレッジ型の商品を使っていくのが一番効率がいいという結論なので、私はレバレッジ型の商品の方を使っております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。